ね、では、よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、いつも、おなじみに最近なっていただいておりますが、職人呪術つなぎで、お世話になっております、八木さんと、それから初参加いただいてます、平戸昭山釜の中里さんにお越しをいただいております。お二方、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。伝統工芸のアンバサダーをしてます、八木篤人です。私は職人をスターにをコンセプトに職人さんの思いを発信しています。職人さんと使う人をつなぐために今日もですね、職人呪術つなぎという活動をしておりまして、本日は3回目、400年以上にわたって、焼き物の歴史を持ちます長崎県佐世保市の中里明志さんをご紹介します。平戸昭山釜の中里明志です。現在僕のじいちゃんで15代になる窯元で、その昔からこう平戸藩の献上窯として、ある窯元になります。で、大体その死んだら代を譲るっていう家系なので、今15代っていうことになってます。はい。じゃあ秋人は17代目を担うべく。今新しい絵柄にも挑戦されているということで、今度ライブでもご紹介していただくんですけど、まずあの三河内焼きの歴史というところをお伺いしていこうかなというのと、それから三河内焼き、まさに高級品として有名だと思うんですけれども、それがなぜ高いのかというところを少しお話を伺いたいなと思っております。まずは早速ですね、歴史の方を伺っていきたいと思うんですけれども、まず三河内焼きは年数で言えば400年ほど続いている窯元で、窯元っていうか産地ですね。で、特徴、他の、例えば有田とか、ハサミとか、伊万里も言ったら400年同じように続いてるんですけど、そこでその他の産地と違うところが、まず昔、献上していた藩がまず違うんですよね。で、三河内は平戸藩に献上してまして、で、平戸の殿様が、三河内の職人の作ったものを使っていた。昔は、実は陶器を作ってました。陶器っていう土からできた器で、そこからこう、石からできた磁器に変わっていったんですけど、はい。なんで変わったんですか？陶器から。それがですね、まず磁器っていうのを知らなかったんですよね。三河内というか日本の人たちは。はい。で、そこで、豊臣秀吉の朝鮮出兵で朝鮮から陶工を、連れてきて、で、特別な待遇でその三河内で焼き物を作らせたと。で、一番最初に磁器が始まったのは景徳鎮っていう中国の窯元というか産地なんですよね。なんでそこのその作り方を真似て始まったのが磁器作りになります。陶器と磁器の、まあ、大きな違いといいますか、そのあたりって伺ってもよろしいでしょうか。一番の違いは、土からできたか石からできたかです、うん。で、性能的にも全く別物なんですよね、実は。同じ食器でも。陶器は、だいたい900度で焼くので、ちょっと割れやすいです。もちろん土からなので。その分、磁器はめちゃくちゃ強いんですよね、石からできてて。で、1300度とかで焼くので、その分もっとギュッて焼き締まってて、強いのと、あとは、陶器だとやっぱり白くはなりにくいですね。まあ、釉薬の化粧、釉薬でその白くしたりはできるんですけど、その、磁器はなんで、あとは、絵付けをその金彩とか、その派手なやつを使わない限りは電子レンジも食洗機も何でもいけちゃうっていう、その現代社会では使いやすい器になります。ただ、陶器も陶器で味があっていいっていう、そのどっちもいいとこがやっぱあるんですよね。はい。頑丈さとか確かに、まあ想像しただけでも石からだから磁器の方が硬いんだろうなっていうのは予想がつきますし、逆にまあそれでいくと加工もしづらいんじゃないかなって気もしたりするんですけれども、そのあたりもまさに次の、もしかしたら、なぜ高いかにつながってくるのかなと思いますが、あるんですけど、歴史のところですね、先ほど平戸藩という話あったと思うんですけど、平戸と言いますと、それこそ、
窓口といいますか、海外とのつながりが深い地域だったかなと思うんですけれども、そのあたりでやっぱり輸出とか輸入とかにも結構携わったりされてたんでしょうか？ありました。あ、やっぱあったんですか？平戸というよりは、出島、長崎の出島から、焼き物って出て行ってたんですよ、ヨーロッパの方に。東インド会社っていうでかいなん、今で言ったらその海外との連絡口じゃないですけど、感じがあって、そこがこの焼き物を、日本の焼き物を集めて送ってたんですよね、海外。うん、で、その時にもうぶっちゃけって言うと、その産地とかは別にもう何でもいいって言ったらあれですけど、なんで有田焼きを三河地として送ってたりもあるし、逆もまたしかりみたいな。そこら辺はあやふやなんですけど、確実にそのヨーロッパで三河地焼きが出てきたりとか、有田焼き出てきたりはしてますので、そういうのはあります。性能が違うね、みたいに言われたりとかってのはあったんでしょうか？そうですね。ありました、やっぱり。で、何が三河地のいいかっていうと、本当に時期が白かったんですよ。で、他の産地は、こう、豪華絢爛にするじゃないですか。豪華絢爛には誰でもできると。ただ、時期の白さを活かして作れるのは、三河地だけだっけ？万博の時にそれがこうすごい評価されてたっていう話もあります。パリかどっかだったと思うんですけど。リバンパクか。はいはい。はい。ヨーロッパの、はい。さっきこの時期の白さがすごい三河地の特徴とおっしゃってたんですけど、どうして三河地は時期の白さにこだわることができたんですか？三河地からの隣町に廃棄ってあって、そこの廃棄茶市っていうのが行われてて、で、そこに実は砥石として、石が入ってきてたんですよね。真っ白の石がですね。うん、で、それを三河地の職人が見つけて、なんだこれはってなって、アジロ陶石より白いじゃないか、全然、みたいなことになって、じゃあこれ焼いてみようっていう。うん、それこそやっぱり昔の職人さんたちのこの探求心というか、よりいいものを作りたいっていうのが多分あったと思うんですけど、うん、で、焼いてみたらなんと世界一白い時期ができちゃった、みたいな感じ。ですね。はい。ですね。そういった目利き力が、昔からその三河地の職人さんにはその探求心とおっしゃってましたけど、うん、見る目、そこにこう着目するっていうところがすごいなと思いました。そうですよね。本当に。天草陶石っていう。天草陶石。はい。になります。今結構日本のシェアを占めている陶石で、石自体は山ほどあるんですけど、実は石を掘る職人さん、はい、その昔のバブルの頃に比べると、その生産量がめちゃくちゃ落ちてるので、その会社自体がなくなってきてて、その会社がなくなるともう時期を作れないんですよね、やっぱり。石を掘れないので、誰もですね。そこの危機はあります。うん、三河地から始まった、うん、そうですね、天草陶石になります、うん。それが今や日本全国の時期を作るまでになってるってすごいことだなと思いました。そうするとまあ時期の発祥と言っても過言ではないということなんですかね。日本の中で言うと。発祥は実は泉山陶石っていう有田の地石場に。こちらが発祥なんですね。そうですね。最初はですね。ただその純度が違うっていう話ですね。うん、実はその泉山の石の方がこうクリームにがかってて味があるとか、そういうのはあるんですけど、もう本当に白いのは天草陶石になります。ここからはぜひですね、なぜ高いかというところにちょっと話を持っていきたいなと思うんですけど。一番手っ取り早く言うと、手間ですね。一個にかける時間がものすごいかかるっていうのが一番まず一個あるんですけど、その中でも、三河地焼きってすごい芸術性がやっぱり高いんですよね、その、言ったら食器は食器なんですけど、その中でもやっぱり芸術性が高くて、その芸術品ってもう本当に値段がやっぱりつくじゃないですか、どうしても。それはなんか一個に対するやっぱり思いだったりとか、そういう手間だったりとかがかかってるわけで、それとだ、ほとんど同じだと思うんですよ。その中でその芸術品をなんと使えるって、日常の生活で。っていうとこが僕としてはすごい三河地のその高い理由でもあるし、いいとこかなと思います。で、例えば僕たち的にはその使ってほしいんですけど、もの自体はですね。
そうするとやっぱり形の良さとか、あと扱いやすかった、安さとかも分かってもらえると思うんですけど、別に使わないでその辺にこうしまってても将来価値が上がる可能性がある器でまずあることなんで、見つける喜びとか所有欲とか、もともと平戸藩に献上するものとして納期ですとかお金をかけず手間暇、一つのものに対するかける時間、そのアート性も含めて、その芸術性、思いも含めて、そういったことが守られてたから、こう高いもの、芸術品の技術力のものをこうどんどん高めていく、求めていくっていうことができたっていう歴史あると思うんですけど、うん、そうです。殿様がもう一つ、その歴史的なその価値を言うと、殿様が、言ったら全ての、お金を持ってくれたと。その代わり、殿様にいいものを作れっていうことで、そのすごい特別な待遇でいいものをずっと作れたっていうのがやっぱりあるので、それが、実は三河内焼美術館ってあって、そういうとこに飾られてるんですよね。で、そういうのを見て、やっぱり三河内の職人っていうのは育ってるので、やっぱりいいものに惹かれると言いますか。正直、ずっと何時間も絵描き座に座ってずっと一個のものを描いてるって、ものすごい精神的に来るんですよね、どうしても。そこをやっぱりこう、いいものを作りたいっていう精神がみんなあるので、作れるっていう。どうしてもこう、ちょっと簡単な絵にして、なんか流行らんからみたいなことも考えるんですよね、どうしてもですね。でもそこをやっぱり貫き通すっていうとこは三河内のいいとこだと思いますし、で、それが難しいので今徐々に日本全国でこういいものを作れる人っていうのは減ってきてると思うので、あえてそこはこう三河内の誇りとして頑張っていきたいとみんな話しております。こんな感じで、これ役前なんですけど、これ今模様は正外派ですか？正外派ですね。すごい、何枚あるんですか、正外派一つを。これはもう数えれないですでしょ。はい。そうですね。はい。これで一個書くのに、内側だけなんですけど、今書いてるのが。そんなかかんないですね。8時間ぐらいはかかりますね、やっぱり。はい。で、この形なんですけど、これすごい、可愛い形じゃないですか。これがその三河内の昔の上手な職人さんが作った生地で、今はもう作れないんですよね。で、生地師とか実は今みんな亡くなっちゃって、おじいちゃんたちばっかりだったん でいないんですよ。なんでもう今からはもう僕たち自分たちでこういいものを、いい形を作って、それに絵描いていくっていうスタイルに多分変わっていくと思います。アキシさんはそのろくろから形を、はい、ろくろから絵付けから販売まで全てされるんですよね。はい、全てしてます。中絵付けほとんどして、で、昼からも絵付けしたりろくろしたりっていう感じなんで、まあ絵付けがメインではありますね。僕ん家はもう全て絵付けがメインなので、うん、正山窯さんでといえば、カラコの絵、子孫繁栄を、はい、表すカラコの絵、多分普通に特別感がまず殿様は欲しかったのはあると思うんですけど、そのカラコの人数の制限で自分のその地位をやっぱり大事にしたいっていうとこだとは思います。7人、5人、3人ってあって、奇数なんですけど、全部その人数が多ければ多いほど位が高いっていう感じだったんですよね。7人カラコっていう、7人の献上カラコ絵っていうのがあって、はい、それはもう本当に伝統として今引き継いできてる絵柄になってて、まぁ、ちょっと多分画像を、見せていただければと思うんですけど、松の木があって、その下にボタンの花が咲いてて、そこに、カラコが遊んでて、で、蝶々が飛んでるっていう絵があるんですよね。それを、それを、ずっと引き継いできてます。で、僕も今、週に1回、じいちゃんにそれを習ってまして、はい。まあ、そこは、やっぱり平戸正山としては一番引き継いでいきたいところではあるかなと思います。
なんかそういう絵で引き継がれてる絵があるっていいですね。そうなんですよ。と言いますか。一子相伝なんで、ただ一子相伝って、なんか聞こえはいいですけど、なんか周りからはやっぱり、その会社としても、その、僕が死んだらもう引き継げないわけじゃないですか。うん、なんで、すごい危ない技術っては言われてるんですけど、やっぱ危ないからこそ、こう、価値があると言いますか。そこは守っていきたいかなと思ってます。あと、陰国での話も聞きたいです。陰国ではトークショーの時にしましょう。承知しました。なんかもう、まさしく、いろいろな技術が詰まっているものだなと。まあ、ちょこちょこ絵も出させてもらいましたけれども、ぜひ実物も見てみたいな。代々400年、こう、いいもの、本当に芸術性をどんどん高めていくっていう向上心が、この三河内焼のこの美しい絵と形に表現されていることが、秋さんの話からお伺いできて、とても楽しかったです。伝えたいことがいっぱいあるので、なんかどこをこう切り取っていいかわかんないんで、なんかあれなんですけど、はい。まだまだ、面白いことありますので、もっと聞いていただけたらと思います。たきしさんですよね。お家で販売もしてますし、EC もされてるので。はい、います。はい。あと、YouTube もしてます。お、本当ですか。はい。ぜひ見てまとめてリンクを下に載せるので。ではですね、はい、ぜひ今日見ていただいた皆さん、そういうトークショーも楽しみにいただければと思いますし、このチャンネルではですね、このような形で伝統工芸の方も紹介しつつ、神社、お寺ということで、お坊さん、神主さんの紹介などもさせていただいておりますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。またぜひですね、見ていただいた感想などコメント欄にいただければ励みになりますので、ぜひいただければと思っております。それでは、本日も改めましてお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。見ていただいた皆さんもどうもありがとうございました。失礼いたします。